皆さんこんにちは。私はムジカサンタンジェロメソソプラノの小木里紗子です。本日はムジカサンタンジェロ第57回公演ソプラノリサイタルを行います八方久美子さんにお越しいただきました。ソプラノの八方久美子と申します。よろしくお願いいたします。いよいよ間近に迫ってまいりましたが、今の心境をお聞かせいただけますか？そうですね、あっという間に1週間前になってしまいまして、一生懸命練習してきたつもりなんですけれども、もうあと1週間だとちょっとドキドキしております。そうですか。今回は初のソロリサイタルということで、今いろいろ準備をされていると思いますが。はい、そうですね、曲目を決めまして、でピアニストの山田由佳さんにもいろいろアドバイスいただきまして、ピアニストと2人で作り上げてきた感じがあります。ぜひ皆さんに楽しんでいただけるプログラムになっていると思います。そうですか、楽しみですね。今回のそのプログラムですか、はい、それにあたりまして何か心がけたことってありますか？そうですね、割と今まで歌ってきた曲がすごくいろいろなんですね。いろいろなものを歌わせていただいてて、でもちろん自分の歌いたい曲を入れつつ、また皆様にも楽しんでいただけるようにしたつもりです。またオペラの舞台とは違った八方さんが見れるということで、はい、とても楽しみにしております。はい、オペラもまた違う、でも内容は濃く頑張りたいと思います。ムジカサンタンジェロ第57回公演八方久美子ソプラノリサイタル、開催日が2013年3月16日土曜日、場所はカメリアホール、開演が14時30分からとなります。どうぞ皆さんいらしてください。よろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。